こんにちは。新井学ベッド館の MC 馬です。本日もご視聴ありがとうございます。本日は先ほどの回で、ノンスプリングとスプリングマットレスを多少ね、ノンスプリングの説明をしたんで、次はスプリングマットレスの大まかな説明ですね。でおすすめっていうのは、前回でもちょっと言ってましたけど、今ですとまだノンスプリングよりはスプリングマットレスですね。ホテルとか行かれてももう9割以上がスプリングマットレスを使っているということは、耐久性もそうですし、通気性、業務として使っても長いこと使えると、寝心地もそこそこ保証されているということで、やっぱりスプリングマットレスの需要がやっぱり多いです。でその中でですね、スプリングマットレスっていうのはこう2つあるんですね。ちょっと代表的なメーカーのもサンプルをここへ見ていただいてるんですけど、ポケットコイルスプリングっていうのと、連続スプリングですね、つながったスプリングっていうのが大体この2タイプあります。で弊社がお勧めしているのはポケットコイルスプリングですね。なぜかと言いますと、各メーカー特色、あるんですけど、弊社がお勧めしているポケットコイルスプリングのメーカーっていうのは、まずこの袋ですね、袋の通気性はすごくいいです。こういう連続スプリングのメーカーは袋に入ってないので通気がすごくいいですよと、万全ですよというようなことをよく販売の方が言われる方があるんですけど、ほぼ通気の面っていうと変わらないですよね。ただ有料メーカーに限ってですけど、この袋自体はすごく通気のいいものを使っております。で逆にこの独立していることによって、一つ一つ体にの凹凸にフィッティングしていきますので、体圧分散がより良くなって寝心地が良くなると。日本でもこの連続スプリングの有名メーカーですけど、30年ぐらい前から言うと、この一般ベッドの売り上げ比率っていうのは、この連続スプリングに固守したためではないだと思うんですけど、それが一番の要因だと思うんですけど、売り上げがもう5分の1近く下がってます、ね、5分の1ぐらいまで下がってるってことですね。で、30年前からベッドの需要っていうのを考えると、普及率って言って30年前ベッドに寝てる方と今と比べると右肩上がりにこうずっとベッドの普及率上がってます。だ普通にやっていればこの有名メーカーなんですけど、売り上げが何倍にもなってても不思議じゃなかった、一つの要因としてはこの連続スプリングのメーカーの売り上げは落ち込みましたが、このポケットコイルをやってるメーカーの売り上げが飛躍的に伸びたという、なぜ伸びたかというと、それは消費者の支持層というか、寝心地がやっぱり良かったっていうのが一つあると思うんですけどね、これは私の恣意的私的な意見も入ってはいるんですが、やはりこの連続スプリングっていうのは詰め物が多くないとものすごく硬いんですよね。硬いっていうことは一つあります。それとちょっともうちょっとこう手前の方にカメラを寄っていただくと分かるんですけど、音鳴ってるんでよく分かりますかね。このねバネっていうのは皆さん針金と思っていただいたらいいんですけど、こういうサンプルのバネっていうのは全てメッキしてます。だからなんかこう綺麗に輝いてますけど、普通のバネっていうのは普通の、針金と思っていただいたらいいんですけど、やっぱり錆びやすいですね、どれにしても。ここにポケットコイルのいろんなメーカーのサンプルを本物をカッティングしたものがあるんですけど、一つあちらにある、連続スプリングのコイルサンプル見ていただいたらもうすでに錆びてますよね。これは使用というのは全くしておりません。ただ飾っているだけで錆びっていうのは出てきます。だから
こういうあの連続スプリングって何もない袋に入ってないから通気すごくいいんですよ、大丈夫ですよっていうことにはならないんですね。でまあ逆に言えば、まあ、こちらの方でちょっと寄っていただいて音が拾えるかどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、あの古くなって錆びてくるとこういう連続スプリングはやっぱ音が鳴りやすいですね。だから錆が始まるのがまあまあ、確定の年月っていうのはないんですけど、まあ10年近く経ってくると結構錆もあのまあこういうタイプでも錆は出てきます。でもポケットコイルの場合はこう接触面がほとんどないので、そういうギギってした音っていうのはまあ、ほとんど鳴らないですけど、やはり連続スプリングは鳴りやすいという欠点があります。ですから連続スプリングを買われる場合はどちらかというと詰め物の多いタイプですね。詰め物が多いと、まあ、そういう、硬さもありませんし、まあ、そういう音っていうのも緩和されますんで、まあ、詰め物の多いタイプっていうのがやっぱりおすすめになってくるのかなと思います。まあ、どちらにしても、まあ、あのこういう2タイプがあるんですけど、まあ、弊社の一押しはこちらのポケットコイルマットです。またポケットコイルの参入メーカーっていうのはものすごく多いですから、まあ、あの今までやってなかったこの連続スプリングの大手2社ですね、こちらも今もポケットコイルに押されて結局ポケットコイルの販売をしてます。ただまあ、あのこれはウィークポイントになるので、まあ、細かく言えないんですけど、まあ、そういうメーカーっていうのは後発ですので、後発メーカーっていうのはあの、まあ、マネっていうんじゃないんですけど、そんなにやっぱり比較していいポケットコイルが出てるかというと、私個人の感想なんですけど、やっぱりそんなにいいものではないのかなと。まあこういう連続スプリングメーカーの場合に関してはやっぱり連続スプリングを買われてる方がいいと私は思いますね。やっぱりまあ強みっていう部分も多少ありますので、まあ、ポケットコイルメーカーはポケットコイル、まあ、連続スプリングメーカーは連続スプリングを、まあ、この連続スプリングのメーカーが出してるポケットコイルっていうのはあまりお勧めはしておりません。まあいろいろと聞きたいことや、まあ、ご質問とかある場合はですね、まあ、弊社の、概要欄に弊社のポケ、弊社のホームページのアドレスを貼り付けておきますので、まあ、そちらのお問い合わせコーナーの方から、まあ、何か聞きたいこととかいろんなことをご質問していただけたら幸いでございます。あ、本日はまたご視聴いただきまして本当にありがとうございます。またこれからもですね、まあ、まあ難しいんですけど、まあ、販売に対してとか、まあ、商品の価値とかまたお値段とかいろんなことに関して、まあ、一つ一つ掘り下げてですね、いろいろ検証もしていきたいと思います。まあ、ここにあるだけでもこうある程度こう本物のマットレスをカッティングしてるっていうところがある程度見ていただけたかなと思うんですけど、まあ、あのベッド感っていうのはこのベッド一筋でもう30年近くやってますのでね、やはりまあ、日本全国見てもこういう特化してまたよく情報発信できてるっていう小売店はないと思います。まあ、そういう点でも弊社のことをまたご支持いただいて、またご購入につながれば幸いでございます。本日はご視聴ありがとうございました。